やだなってやだと閉めるよ。勢いのあるものはいつか落ちていくと、もうこれはね、あの世の断りだと思うんですけど、せやそうならないためにね、みんな頑張っているわけですけども、はい、どうしてもね、僕が救いたい業界がある。おそのままではまずいと思いました。そう、それはですね、鬼ごっこでございます。鬼ごっこ、鬼ごっこ業界、いや鬼ごっこ自体ね、下がったなってわけじゃないですよ。ただ進化してない。今回ちょっとね、テコ入れをしていきたいと。テコ入れ、向こう100年生き残れる鬼ごっこというものを提案していこうじゃないかというねもしかしたらですよ、今の時代出したらクソだと言われるかもしれない。そんな鬼ごっこを持ってきてくださいと。あ、そう思ってたらまだね、未熟ですね。そんなにハードル上げなくていいんじゃないかいやいやいや、今気づいてる。上げることによって逆に下がってるんですよ。超下がったね、今。だ、未来に向かってるだけで、ね、現在からしたらクソだからね。じゃ最初僕いきますね。現在の鬼ごっこと未来の架け橋ぐらいのやつ持ってきたんで。おー、はい、さすが。まあウォーミングアップぐらいでね、皆さんには慣れていただこうかな。いいですね、はい。今回の僕の鬼ごっこ、従来はタッチされたら鬼が移動するっていう、ね、はい、移動式鬼ごっこじゃなくて、もう鬼固定の鬼 VS 他みたいな、はい、っていうスタイル。皆さんはちょっとあの待っててください、はい、鬼の格好を用意しましたんで。え、おー、はい、すごいね。ちょっと待ってください、ね、俺がテンション上がるよ。着替えますね。こっちで着替えるとみんなの目線に入っちゃうじゃん。初めて見た時のインパクトいいかな。じゃあいいね。準備ができました。はい、はい、鬼になりました。はい、それでは目を開けてください。せーの、パ。え、あれ、なんか意外と、もっと俺怪獣みたいな。鬼というよりフィクサー感ある、ね、まあ鬼っていうのはね、怖いものの象徴なんで、化け物であるとは限らないですね。なるほど。むしろこういう人間の方が怖いのじゃないかというね。あー、メッセージ性、はい、怪獣好きだから。なるほどね。今からですね、僕が鬼となって君たちを追いかけますので、はい、制限時間は15分。捕まってしまった場合はまあ死だと思ってください。死、はい。ただ大事なルールがありまして、この鬼ごっこの名前なんですけど、賄賂鬼と言いまして。賄賂鬼、賄賂鬼。皆様はね、ペイペイやってると思いますけど、まあ、もちろん捕まったら死なんですけど、死にたくないですよね。まあ、ね、死にたくないです。そんな時どうするか皆さんに任せます。はい。え、このゲーム非常にね、自由な発想が求められますので、最終的に自分の勝利を目指してください。はいはい。トシミさん今やってるじゃないですか、うん、まだ動画出てないかもしれないんですけど、ね、全然出てないですよね。トシミさん今走れない状況なんですね。僕は新しく怪我をしてしまったんですよ。この前あばら折ったばっかりなのに、ここね、こんなね、走れない人を入れて捕まったら死ぬなんてかわいそうだと思うかもしれないんですけど、それでも楽しめるっていう、そんな賄賂に多いやん。じゃあフィールドはですね、この緑1個だけ、はい、ああ、この中だけにします、はいはい、最初1分間だけは逃げていって、じゃあ早速、はい、賄賂にやっていきたいと思います、はいはいはい。来た。うわ、絶対いらん、あの映像。今日の犠牲者はあいつらか。楽しませてくれよな。いや、来てるよ、あれ。あは、なんだあの軽快なステップ。あんなんじゃ捕まらないぞ。あんなん捕まるわけないじゃん。あーああ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 あ ちょっとお前疲れたから歩いてる。捕まえただけや今の。近づいてきたらすぐに捕まえるからな。ちょっと楽しかったよ、鬼ごっことして今。君はこれにて死亡だ。じゃあな、ちょっと待ってください。ペペどうぞ。ペペ、はい、ペペどうぞ。ペペの人つらい。やってるよ。出してください。私は忙しいんだからね。いや、まあ。え、あ、おお、びっくりして気が飛んじゃったよ。びっくりして2000円ってお前。一旦ひとまずこっちの穏便に行きましょう。ちょっと君とは話が合いそうだね。足やっちゃってんです。あれが治るといいな。あ、待ってます。クソ、捕まえ損ねた。はい、捕まえ損ねた。捕まってたじゃん。クソ、こうなったらお前たち容赦しないからな。どういうことだあれ。大富豪ステップ。ヒューミンバリア大富豪されど。君のような逸材が死んでしまうのは非常に悲しいが、
でも僕は捕まったのでおとなしく死にますよ。ま、ライスでは頑張ってくれよな。ライス、ライス米職人になるって言うわけないだろ、ここでお前はもう今の人生はおしまいです。ちょっと待ってください。あ、なんなんだ、私忙しいんだよ。わかったよ、わかった。金だろう、金を払えばいいんだろう。別にそうは言ってない。払いとければ払えばいいじゃないか。年収とかって。年収？年収は私の年収は5兆だ。5兆の人に送るって何？おっと、あと30秒で君は死んでしまうぞ。うん、これでなんとかなれないですかね。ペイペイ君はあれだな、将来性があるように思う。嬉しい、うん、今何かの道で大成するでしょ。嬉しい。私はね、君の未来を見てみたい。頑張りたまえよ。すぐ、うん、鬼にこんなにタッチされてんのに無効なの。あ、オッケーだった。くそー、捕まえ損ねた。え、捕まってたよね今。こうなったらあの小太りを捕まえるしかないようだ。ネット頑張ろう。残念ながら君は死亡だ。おっと、デブって意味じゃないぞ。じゃあな、まあ、それな、綺麗に行けよ。ちょっと待ってください。あ、なんだ。すいません、見てください。夢マールから請求が届きました。え、500円の支払い待ち。お前、私が金を取ろうってことか。いや、そうだ。ああ、そうか、分かった。送らせていただきました。893円を受け取る。なるほど。君、私がもしかしてだと言いたいのかね。いや、君はね、分かっちゃいないね。見てみたまえ。何があった？え、大きな声で言うなよ。3万円受け取る。ああ、そうだ、君の口座に3万円送らせてもらった。この3万円ってのは君の死んだはずの一生の価値だ。これからお前のこの人生は私のために使えばよかった。逃げ切れたふりをしてあの金髪の変なブサイクを捕まえる。分かった、分かりました。怪しまれるなよ。はい、頼んだぞ。え、逃げてるよ。え、ちょっと行動一緒にしよう。誰から捕まえるとしようかな。バカどもは考えが浅いな。うん、なんだお前、何をしている。あっ、電話があった。これからこの鬼ごっこをするときに僕は狙わないでください。わかりますか、言ってること。2万円。君とは今世だけでなく来世も仲良くできそうだな。はあ、ありがとうございます。では私がいいようにしてあの二人を差し出しますので。はい、じゃあまずはあの怪我人から押さえろ。わかりました。はい、ありがとう。ボタンを押してすぐ捕まえろ。ネタとはいえ悔しい。行くんだ。2万円悔しいわ。どいつから狙おうかな。3、2、1でかけるかな。あー、としみつくん、こんなところに。あ、タンポポ。あ、タンポポが、としみつくん来て。タンポポ、タンポポ大好きだから。え、なんだ、もうタンポポじゃねえじゃねえか。あ、としみつくん、タンポンが捕まえた。お前はな、裏切られたんだよ。え、さあ、近くない。物語は終盤だ。え、やった。なんで。え、ちょ、お前鬼じゃない。捕まえました。鬼じゃない、鬼じゃない。お前捕まえて。君はさっき私に2万円を送ってきたな。だから彼は私に3万円もらったんだ。君からもらった金で私は彼を雇ったということになるな。金返せ。おい、金返せ。君たちは死亡だ。え、ダメだ、行かせてくれ。ドゥーン。え、セルフ効果音だ。いい効果音あげるから汁なしにしてもらっていいですか。いい効果音、どんな効果音だ、言ってみろ。口で、口で言えないやつ。そんなすごいのか。君は世の渡り方が上手だな。君は生かしてやろう。その効果音をお前に使ってやる。さあ、なんだお前、何をしてるんだ。エッチな飲み会セットします。ハート。私はな、意外かもしれないが愛妻家なんだ。君は死んでくれたまえ。この見た目で愛妻家。ああ、君たちの人生はこれで終了だ。死亡。そして SE を払ったが死亡。そして君は私の味方になった。つまりこの賄賂に鉄矢姫丸の勝利。
よ。やったー。はい、ということでね、ワイローニでした。いや、なんかもう鬼ごっこのコントでしたよね。鬼ごっこやん。まあ、世当たり上手的なとこ試されますね。鬼ごっこじゃなくて、もう逆に賄賂芸に寄せた方がいいってことだ。そんな気がする、ね、タッチする要素いらないもんな。賄賂鬼バージョン2として改良が入りました、はい、鬼ごっこ要素を配置します。賄賂ゲームになりました。賄賂ゲーム、はい、これからもね、あの改良していきたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。次僕行っていいですか。あ、どうぞ。はい、ちょっと鬼ごっこタッチ要素変えよう。おお、あ、そこ変える、すごいな。で、鬼をチームプレイにした方が、おお、ちょっと鬼の戦略もいろいろ広がって結構面白くなるんじゃねえかなと思って。どんなの考えるんですか。はい、囲い鬼です。囲い鬼、鬼最初2人です。1人ずつこう紐持ってここにあるんですよ、紐がね、はい、1本の紐、はい、で2人で追いかける。タッチじゃダメなの。ちゃんと囲わないと鬼にならない。で、囲われた人間は鬼として転生します。あ、鬼になっちゃう、はい、増えるんだ。その紐の長さも増えます。最初2人だから2メートルなんだけど、3人だったら3メートル。だから鬼がどん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 有利になっていくんだけど、そこをどう逃げるかっていうのもミソね。で、最終的に全滅したら鬼側の勝利で、制限時間逃げ切ることができたら逃げる側の勝利。なるほど、サバイバルみたいな感じ。はいはい、面白そう。普通になんか向こう10年やっていけそうな感じの契約。人数4人だとちょっともしかしたら少ない可能性があるんで、2人ぐらい参加してもらってやっていこう。はいやっていこう。じゃあやっていこう。制限時間10分、囲い鬼スタート。ピープ。これむずいぞ、鬼。全然捕まらんやん。うわぁ、やばい、やばい、やばい、囲ったぞ。やばい、タイミングさせた。おい、鬼に転生しまったじゃん。さあ、本拠地戻って紐変えましょう。こっちから見てるとやっぱり楽しそうだね、鬼ごっこってね。こういうことね。そう、もう一回行きますか。もう一回行きましょう、はい、それでは囲い鬼スタート。おい、メンバー一人しかいないぞ。ちょっとあれ、目の前で見ちゃったらよくないな。絶対声出るやん、うわーとかさ。一番地味な。次3メーターです。真ん中、プザ右。じゃあ、行きましょう。はい、よーい、スタート。あっちに逃げたよ、運の突き。あっちに逃げたよ、運の突きだよ。いけ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 。追い込んで、追い込んでいこう。すごいなー。こっち来るよ、こっち来るよ。かごった。あと一人。やばい、時間ないぞ。さあ、ラスト何分？ラスト2分、2分、ちょうど2分。よーい、スタート。やってやる。あー、これはきつい。回り込まれるね。移動力がまさにさ、すごい、すごい。やばいよ、この絵。この絵やばいよ。この絵やばいよ。捕まえた。この絵やばいよ。目の前に、大人が。なんだよ、これ。じゃん、じゃん。囲めまい確保ー、確保ー、やったー。いや、面白かった。いや、よかった。なんと残り15秒でクリアしました。おお、いい難易度。ただ、夢丸さん、はい、楽しい鬼ごっこ提案してって言ってんじゃないですよ。え、革命が足りないよ。いや、でも確かにありきたりなルールではあるなっていう。そうなのよ、芸能気味ではない、うん、宇宙人みたいなタレントが出てきたなみたいな、そういう衝撃が欲しいんですよね。なるほど。じゃあ僕いきます。おい、はい、鬼ごっこ今回はもう相撲の土俵ぐらいのスペースでいいかなと思います。え、表で走るの終わり。
ちょっと想像できないよ、はい、何鬼なの何鬼かな。まあ僕は今のところエクソシスト鬼って分かりやすいですけどあれかガサガサっていう鬼が一人です。で残りまぁ、あ、ちょっと今回も人数がちょっと欲しいから頑張ってもらう。また参加ね。全員裏です。全員裏、そういう移動方法が全員裏なんだ。タッチはもう触れたらいいですよ。タッチ、あ、体が触れたら、はい、そしたら触れた人は表に戻って固定です。石像みたいになってるんです。でもうグリーンの奇跡を歌い始めるっていう。はい、ええ、どういうこと、なんで。いや、なんでとかじゃないじゃん終わったー。今回はね、僕できないんでだよね。そうなんですよ。じゃあ、行くと鬼にしよう。行くと鬼エクソシストーリー、よーいスタート。うわー、来るギリマル逃げて。お尻が浮いてない、みんな夢丸逃げて。あ逃げろ。おい夢丸、夢丸あーしーちゃん今日よりも嘘だろ夢丸。みんな顔を変化して。何その攻防、すごい逃げた。セコすぎる。何十年セコすぎる。続いてけよ涙イエーイ。いいね。最後の1秒おーまでやった明日今日よりも好きになれる。溢れる想いが止まらない。今もこんなに好きでいるのに。どうだったの。めちゃくちゃきつかった。お前が鬼でよかったよ。そうだった本当に。いや、なんか曲があるのとないのは違いました。サビが来た瞬間に、あ、動かなきゃと思って。おー動くあれにはなった。応援の力がわかるんだ、これで。さあ、じゃあ、さあ、あ、そうか、これだ。はい、僕の鬼ごっこですね。はい、走りません。え、ほう、あ、結構今までハードな運動でしたよ。そこ変えちゃう。走って捕まえるっていうのをやめようかな。鬼ごっこなくなってるやん。まあ、どうやって捕まえるかというと、完全な話し合い人狼人狼演者になって、演者鬼というのを。おー、楽しそう。なるほど、なんか新しい ね。自分たちでストーリー展開も何でも作っていいです。あ、ないのね、もともと鬼とは何なのかとか、そういうバックボーンから証拠なしで提示して、みんなそれを信じなきゃいけない。なるほど。で、まあ鬼は決まってて、ちょっと俺、なんか実は鬼らしいんだよねっていうのから始まりますね。だから、そのストーリーの流れでタッチできたら鬼の勝ち。だから無理やり、とかはなしですね。じゃあいきなりはできないんだ。うん、なるほど。ちゃんと納得させてタッチなんだ。じゃあいい、分かった、いいよ、だったら OK。 じゃあ制限時間10分。はい、でも鬼決めるんだよね。鬼決めましょう。鬼結構大事だよ。大事だよね、ほんとに。じゃあその鬼が設定考えていいんだもんね、最初の。最初はグーじゃんけん、ほい。お、鬼だ。年に月鬼ね、全然できない。いや、確かに、それは確かに。ちょうどいいね、ここでやらせてくれるの嬉しい。じゃあやりますか。はい、はい、じゃあ演者鬼、よーい、スタート。天気いいな。気持ちいいね、河原。今なんか鬼になっちゃう病気流行ってるみたいで。そう、病気岡崎市でも出たって。藤光なんで帽子かぶってるの。髪セットしてないし。もしかしてさ、角生えてんじゃないの。いや、お前ちょっと思ってさ。いや、ないね、ほら。ああ、ないか。そりゃそうだよ。
でもなんか、え、お前隠してんだろ。やっぱあれだよ、さっき言った病気なあ、さっきから無理してるよね。え、だってこれって自覚症状あるの？わかんない、そんなの。なったことないんだから。あるかどうかわかんない。ちょっと待って、あれ今お前赤い赤い赤い赤に反応してる。赤い、お前鬼だろ、本当に。見てられないよ、もう俊光を。じゃあ、助けてやれよ。あ、試しに触ってみた。お前がどうなるかわからないけど、試しにな、死んでしまうかもしれないんだけど、触ってみた。いいよ、俺はタッチされる、お前を助ける。すめ、長くんだ。なんだこれ。ちょっと待って、これ本当？ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待った方がいい。一回さ、おさらいするか。おさらいしよう。そうね、今のはさ、勝敗的にはどうだった？勝ち負けなくて、という結果が残ったっていう。芝居が最後鬼だったって。シリーズがもっとさ、自分の鬼を人に移すっていうムーブしないとさ、始まらない。いや、俺鬼なんだよねが始まりだから。なんか言わなかったから。あれ、最初の時間何もいらないもん。じゃあさ、爆速2分演技音にしない？あ、そうね、確かにね。じゃあ、やってみる？芝居から、芝居からちょっとやってみる。うん、スタート。俺さ、なんか鬼らしくて。え、え、じゃあ、やばい。え、どう？じゃあ逃げて追いかけよう。え、ちょっと待って待って、聞いて聞いて。なんか自分本能でわかんない。性欲みたいにタッチしたいっていう欲が出てくる。ちょっと電話するわ、もうなんか怖いから。なんでだよ。あ、もしもし、友達が鬼なんです。解剖。そうやって邪険に扱ってさ。俺も SNS で投稿するわ。やめてくれ、俺寂しいんだよ。鬼初めて見た、わらた。タッチ、俺、タッチしようとしてくるんです。はい、わかりました。もういいよ、俺もずっと鬼だよ。ごめん、なんか。え、そんなつもりじゃなかったんだけど。しょい。しんどいよ、ずっと人肌に触れられなくてさ。ゆめまる。それで、お前さ、好きな子いんの？俺？そっちで青春始めんなよ。俺さ、東京行こうと思うんだ。え？おい、どっちだ？しろい、ありがとな。だから俺、タッチされれねえや。されれねえや。東京行っちゃうから。深夜から始まる？これ30分番組。くそ。今の結果はどうでした？ちなみにちょっとさすがに時間なさすぎたけど、あと5分あればいけたと思う。誰かにいけたと思う。うるさいよ。2分だからなんかもう何でもいいやって思う。何でもいい、途中で破綻してたもん。世界線変わってたもん、こっちとこっちで。なんかついてるし、俺。これなんだよ。これなんすか。マジで意味わかんない。これなんだよ。ずーっと楽しみさんしか映ってないよ。マジで意味わかんないんだよ。こういうのを見て、新たな鬼ごっこってね、あ、自由でいいなって思ってもらえると、この業界がやっぱ発達していきますからね。走ってダッチするだけが鬼ごっこじゃないよってことを頭に入れて、未来永劫をね、子供たちのために鬼ごっこを守り続けていきましょう。そしてここまではね、僕たちが提案してきましたけど、最後ここからはあなたたちが鬼です。下にある赤いチャンネル登録というボタンをタッチしてみてくださいね。バイバイ。